湖の秘密。そこにはソリッド鉱石の鉱脈があり、エレキングの放電の影響で惑星ボリスは爆発の危機に瀕していた。ゴモラは苦戦だが、なんとかエレキングを下し爆発を未然に防いだ。我々は救難信号を頼りに一路ヴィンセント島を目指すことに。エリア G、ポイント84に複数の飛行物体を確認。怪獣か？いえ、人工的な熱源反応があります。まさか生存者が？ザップの識別コードは出ていません。地球のメカじゃないってことか。行ってみよう、ハルナ。了解。形状の異なる四機編隊の円盤か。確か過去の侵略記録に似たような例があったよな。ええ、俺も古い映像で見た記憶がある。何星人の円盤だっけな。珍しいな、沖が名前知らないなんて。当然ですよボス、僕の専攻は怪獣学なんですからね。
こう見えても歴史とした生物学者なんですから。こういうのはクマさんの専売特許なんです。そういうもんか。で、何星人でしたっけ。ペダン星人め、何の目的で。所属スペースペンドラゴンだ。そちらの所属と目的を。問答無用だと。危なかった。いや、本当に危ないな。電源が。予備電源が作動したか。クマさん。待て。ボス。
珍しいなお前、こんな真似するなんて。ジェネレーターの出力が上がらない。これじゃエンジン始動のための電力が確保できないのか。その影響で酸素供給器も持って6時間ってとこか。海の底じゃなければ手の内容もあるんですが。前にもあったよな、こんなこと。え？惑星カラルへ物資輸送の最中、漂流隕石にペンドラゴンの船底を貫通され、オメガジェネレーターが行かれちまったこと。あったろ。あん時はさすがの俺も年貢の納め時だと思ったけど、お前はパワーチェンバーは無傷です。俺なら何とかできる。魔法でも使うつもりか。船長がお望みなら。やろう。え、俺のことそう呼べっつったか。ボスがお望みなら。頼むぜ魔法使い。実際諦めの悪い奴だぜお前は。ボスの影響でね。今度も見せてあげますよ、飛び切りの魔法を。ほんだぜ魔法使い。レイ、聞いてるんだろ。君も手伝ってくれ。ああ。これで大丈夫さ。何が大丈夫なんだ。アリゲラには目がありません。超音波の反響で周囲を認識する怪獣なんです。爆弾用のノイズを放射しておけばペンドラゴンが発見されることはない。ゴモラは水中での戦い得意じゃないみたいだしね。全く頼りになる部下ばかりで嬉しいぜ。レイ、そっちを見てくれ。電圧、周波数ともに安定。副長、出力上げてみてください。了解。出力 55% まで回復。でもこの程度じゃ。ですね。ボス、聞こえてました。点火コイルの交換だな。急いでくださいね。まったく人使いの荒い魔法使いもいたもんだぜ。何か。いや別に。ジェネレーター出力 80% まで回復。よっしゃこれで飛ばせるんだろう。ああ、だら応急処置もいいところだ。もうすぐ酸素切れになる状況は変わっちゃいない。こんなもん飛び上がってから修理すりゃ済む話だ。アルナ、発進準備。もう進めてます。急いで戻ってください。戻るぞ。了解。今度は何だ。ゾアムルチュ。別の怪獣か。ええ、アリゲラみたいには騙せないやつです。ムチャだ。
あいつは別名巨大魚怪獣ゴモラじゃ。誰がゴモラで戦うと言った。え、バトルナイザーモンスロキング、もうダメージは残ってなさそうだな。完成するのは後だ。発進するぞ。了解。行け、エレキング。陸上のゴモラ、空中のリトラに続いて水中のエレキング、第三の味方怪獣誕生ってわけだね。そうなるな。ハルナ、まだか。ジェネレーターの出力が上がらないんです。さっきの衝撃のせいだ。酸素供給の停止までもう何分もないのに。ねえ、もう一度エレキングを出せないか。エレキングの放電を利用すれば必要な電力をジェネレーターに確保できる。ちょっと待ってください。その手はあるけど、もし失敗してジェネレーターが壊れでもしたら。まあ信じてみようや。魔法使いが言ってんだ。ボス、頼む。電力を必要最低限まで抑えるとは考えたな。いや、
電力受け入れ、準備 OK だ。ジェネレーター出力上昇。よし、今度こそ止めそうだな。急げ、このままじゃペンドラゴンは開口の底だ。両元エンジン始動まであと20秒。10秒。やったな、魔法使い。魔法使いはお前の方だよ。いや、怪獣使いか。最大加速に入れ。進路は？すでにヴィンセント島に向けています。これよりペンドラゴンは生存者の救出およびウルトラマンの所在確認のためヴィンセント島へ向かう。了解。本当ちちちのち Baby 忘れたわけじゃない永遠の誓いさ Tonight それは宇宙で輝く夢中で見つめてひらめく Re-re-re 愛のバカンスそれそれ今夜ロマンス流れる風に誰もが皆あの頃と同じ気持ちを思い出して君と通じ合って目と目が合ってどこまでも行けると思う君の瞳映る僕風を全身で感じ見下ろす景色はファンタスティックファンタスティック Jump on in the wall Jumping, jumping, jump 大人羽ばたいて Jumping, jumping, jumping いつまでも Never, never give up あのヒーローのように今日の怪獣はこれ。巨大王怪獣ザムルチ。明治星人がムルチに改良を施した種だと言われています。今日は海底でエレキングと戦いましたが陸に上がった状態でも戦えるようです。水陸両用ってやつだな。ええ。あ、ムルチとザムルチの説明はしなくても大丈夫だからな。お、さすが魔法使い勘がいいですね。じゃあまたな。またね。見てください、赤い機体ゴースタードラゴン。お久しぶりです、ヒューガ船長。いや、ボス。無事だったのね。心配かけたな。あれがグランケープ補給基地です。高度上げろ早く。ノーマだ。サラマンドラにルナチックスまで。こら、上空から何か急速に接近中。黒いボディ、キングジョーブラック。こんなロボットに負けたら承知しないよレイ。諦めたらそれで全ては終わる。絶対最後まで諦めるな。